青くん、リリカちゃん、こんにちは。こんにちは。私は青くんを知り、リグロスの存在を知ったのですが、面白くて新しいリグロスの配信や動画を見るうちにどんどん沼っていきました。嬉しいね。やった、ありがとうございます。そこで皆さんに質問です。リグロスの中で彼女にしたい人は誰ですか？悩ましいね。だってリグロスって5人いるんだよ。そうだよ。まあ4人みたいなもんだけどね、自分を除くとしたら。そうだね、自分を除くと4人だね、うん、これ悩ましい。彼女だよ、結婚相手じゃないからね。彼女だからね。ほう。でも彼女何何何、結婚相手じゃなくて彼女だからねって。何、急に一旦彼女、一旦彼女で。急に怖いこと言わないでよ。僕は今まで付き合うイコール結婚だと思っていたんだけど、それはクソ重いということに、あの、じゃあ死ぬほど言われて気づいたので、一旦彼女ということでね。うん、ちょっと今悩んでる。彼女だよね。結婚相手だったら多分ね、あの、全員がね、青くんって言うよ、うん、だって家事スキル高いいや、そうなんだよね。そう、いや、リリカも結婚だったら青くん一択だなって今思ってるんだけど、うん、そう、だってなぜならこの中で家事ができるのが僕しかいないから。せーの、番長。あ、マジか。番長か。いやでもね、番長と悩んだ。番長、うん、よくね、なんか、うん、番長いいけど、でもなんか番長こそ結婚したいかもって思って、うん、あ、なるほどね。なんか逆に、うん、そう、青くんがいいなって思った理由は、嬉しい、なんか面白くて、そう、なんか、そうそうそう、なんかずっと笑顔でいられそうだなって思ったから、嬉しい、そう、いいなって思いました。やったー。うん、僕はね、うん、かなでちゃんって絶対言うだろうなって思われてそうだから、あえて排除した。そうなんだ。そう、ちょ、たまにはちょっと別の女の子の名前をあげなくてよなと思って、うん。逆に僕結婚だったら、うん、あの、ラデンちゃんがおもろいかなって思った。おー、そう、ラデンちゃんと結婚したら、うんうんうん、なんか、なんていうの、なんかまともな子供が生まれそう。なんか可愛くてごめん、生まれてきちゃってごめん。